東京競馬場第10レース神ズ月ステークス3歳以上の3勝クラスダート 2100m にメンバー16頭の一戦です芝ダートとも寮のコンディション今少し上空に雲が広がって日差しが陰っていますダート 2100m 戦スタンド前から発走ダートコースを一周と少々です ゲートの前を係員が次々に離れていって最後は16番のオーロイ・プラータが誘導されて収まりましたスタートしましたインディゴブラックオーロイ・プラータスタートを決めています広がった先行争いですが 促して5番の成田フォルテが出ていきました外から押していく6番のリチュアル内は3番ロードバル,トルドルトさんとスタンド前から1コーナーこれに7番セブンスレター8番シルバーエースと加わって固まった先団が1コーナーをカーブしていきます中段外目になりました15番のインディゴブラック中段に4番メイプルリッチも構えます 1>, 1コーナーから2コーナー逃げたのは5番、成田フォルテですリードを体半分ぐらい追っていく8番、シルバーエースと15番、インディゴブラック3頭が固まって向こう上面に出ていくところ15番、インディゴブラックがこの中から1馬身出ました1馬身半相手6番のリチュアル内に3番のロードバルドルが続いています4番手5番手6番手には7番、セブンスレターですその後は3馬身ぐらい相手向こう上面中間中段2番の体勢エピソード外に12番、ホーゴーバリスタこの1馬身半後ろやや外目4番 メイプルリッチです先頭までは10馬ン少々あります3馬身ぐらい相手後方より9番ダノンブレッド10番のジューン・アマレウス内から1番の藤正インパクトが追走残り 1000m 切りましたその後13番ラボラーレ3コーナーのカーブをまもなく迎えるところ後方から3投目14番のフルオール16番オーロイ・プラータ後ろから2投目最後方11番マイネル・ミュートスとなっています34コーナー中間を過ぎていくところ 先頭十五番のインディゴブラックですリードを一橋に取っています外からスッと動いていくメイプルリッチ 1一番外から進出を開始内めからは6番のリチュアルに12番鳳ー,ーバリスタ動いてきて4コーナーをカーブして直線前が一気に広がって粘る15番インディゴブラック最内で粘っていますがこれを一気に鳳ー,ーバリスタかわしていく残り400を通過外に持ち出して4番のメイプルリッチも伸びてくるその後ろからは耐性エピソード連れてはダノンブレッド1番外から16番のオーロイ・プラータも追い込んでくるまもなく残り200粘る鳳ー,ーバリスタ外から16番のオーロイ・プラータが決め足を発揮一気にかわしていく連れては4番の メイプルリッチは今3番手先頭16番のオーロイ・プラータが一橋に抜けたオーロイ・プラータセットゴール2着は12番ホームオーバーリスタ3着に4番メイプルリッチの順ですその後に追い込んだ9番ダロン・ブレット今日は突き抜けました16番オーロイ・プラータ3コーナーのあたりでもまだ後方という位置取りだったんですが そこから徐々に外に進路をとって馬群の大外で4コーナー直線は決めて発揮追いすがる12番、豊洲バリスタを振り切っています後ろから伸びて